の真意を問いただします。諸本陣へ向かいましょう。ヴィラ様の本意ではないはず。できるだけ早く本陣に収集しなくては。一気に蹴りをつけよう。嫌がったな、裏切り者ども。もっと抜け抜けた姿を見せられたもんだ。再びの不義、断固しうるものではござらん。覚悟してもらおう。覚悟してください。先に終わりにしてやるぜ。それでは対話になりませんね。では力ずくで冷静になってもらいましょう。すいません、少し落ち着いていただけますか。こちらには全く事情が飲み込めないのですよ。どこまで散らばっくれる気だ。姉上が孫悟に帰った。兄者を裏切り我らと戦うために。姫様が、まさかそんなことを。うちの軍師の手紙にあったんだよ。だから先手を打てってな。諸葛亮先生が。いえ、ありえませんね。関羽殿、張飛殿、やはりこれは何者かの策です。バカだ。ならば一体敵襲。敵襲です。こちらも敵襲です。いい、どっちの敵だ。両方です。皆さんお揃いに。手紙を信じてくれたようで嬉しいわ。我らをたばかったか。私は何と知らず。許さんぞ。こんなところかしら。
出来上がったの。逃げられてしまいましたか。ですが、状況とは一体。いざ参る。今なら敵本陣は手薄。一気に落とすのだ。伝令、二の巨鋼が我が方の本陣へと急行中。しまった。状況とはこれが狙いでしたか。急いで防衛に向かいましょう。火の奴らの好きにさせるかよ。本地の守りは俺に任せときな。長飛殿、ありがとうございます。では私たちは本陣へ急ぎましょう。孫悟を騒がす者はそれわしが許さん。大岩となり火の激流を仕留める。今です。迎撃に回りました。おお、帝砲が来たか。まさに千人力よ。よし、わしらも急ぐぞ。いざ、五軍の本陣を落とす。よし、立ちはだかる者は我が部で投げ払わぬ。でも、こちらに向かっておられるのか。覚悟してください。今は一つの太陽ぞ。あの働き、本陣随一。よし、これで当面の危機は免れたようですね。策とは二重三重に巡らせるものよ。さあ、俺が中央を立ち寄ってくれるわ。義への信仰もはかどりますね。武勇を示す時、さあ皆さん、私の技
ち果たさん。
お前の助けは心から感謝するぞ。戦は知略でするもの。覚悟してください。おいしるなよ。武士は優しいのだな。春の風のごとくだ。この感謝をいかにして伝える。私が討ち取りました。この俺が相手だ。よやい、よく来てくれた。拙者と共にこの者を退けようと。ここは引く。そなたの働き、雲中随一よ。さあ来やがれ。Thank you.
ゃねえか。さあ、あの太刀の悪い奴をぶっ飛ばすぜ。あと一息。策にも奇戦というものがあります。この技、卑劣な策を打つ方には負けられませんね。お前の興味深い、もっと見ておく。抵抗しないで、楽にして。すまない、孫賢殿。諸葛亮から敵の策を知らされ、兄弟たちを止めるべく急ぎ来たのだが。それで自ら出向いたというのか。いや、そこが劉玄徳たるゆえんか。孫賢殿、このような騒ぎの後でぶしつけだが、今後も我らの命結び続けてくれぬか。ああ、そうできればありがたい。罹患を図るということは、それが脅威ということ。より一層の連携がなれば、義にとって重圧となるでしょうね。だの、今までは力を借りてばかりだった。これからは我らが孫吾の戦に協力させてほしい。はい。どうなさいました、姫様。こうやってみんな笑って乱世を超えていけたらいいなって。そうですね。